はい、どうも秘密結社冬ガム総帥ハッチーでございます。今回は冬ガムスポーツの方ですね、341回目ということで、椿賞京都の芝千八の3歳1勝クラスのレースについてね、予想をしていきたいなというふうに思っております。まあ、このレースもね、やっぱね、3歳戦ってことでそれぞれ対戦履歴が少ない馬たちのレースになるんで、まあ、指数ってやつをね、一つ有効活用した予想をしていかなきゃいけないのかななんていうふうには思っています。まあ、そこでね、今回注目すべき馬が、まあ、どっちの方が信頼できるかなって2頭いるんでね、まあ、こんな感じの印を一応打ってみました。まあちょっとね、迷ったっていうのが、指数一番手っていうのを素直に信頼していいのか、それとも、まあ、ただただその指数出したことありますよ、まあ、それだけ のスピード能力ありますよって言っても、負けたレースってまあ、やっぱね、特に芝のレースの場合、まあ、その指数じゃ勝てないよっていうレースで、まあ、高い指数出してもねっていうところもあるんで、まあ、そう考えるとね、勝った時の指数を評価すべきかみたいなところで、まあ、軸候補は今回2頭います。まあ、片方ね、リメンバーメモリーの方は POG 指名馬なんで20丸というところなんですが、リメンバーメモリーの方は、まあ、負けたレースの走破タイムが良かった、まあ、指数が良かったということになるんですね。まあ、そしてチェスナットドレスの方は、勝ったレースだけで純粋に比較するとこっちが軸かなと。まあ、どっちにしろ今現状4番人気5番人気の馬ですからね、そこそこ穴目の狙いができるんじゃないかななんていうふうには思っています。まあ、特にね、リメンバーメモリーの方は重賞レースの走った経験もあるし、逆にチェスナットドレスの方はね、これが昇級初戦ということになるあたりで、ちょっとね、正直そこもね、なければ、まあ、チェスナットドレスも他の、そこそこ一勝クラスで構想してるとかね、そういう感じになってさえいれば、まあ、軸はこっちかなと思ったんですが、そこら辺のキャリアの差もあるんで、今回迷いました。そして、迷った結果、まあ、迷ったらあれですね、思い入れがある方みたいなことに当然なるわけですね。POG 指名馬ってことでね、リメンバーメモリーの方に一旦20丸を置いてみたんですが、まあ、あとは皆さんの判断次第みたいなところですね。まあ、そして、紐3点はね、G1 6着と実績上位のジュンライトボルト。まあ、そして、ルメールが乗る。そしてね、ルーダーシップ3区っていうと、京都が屈葬重かったっていうかね、台風もあって、重ばかつ重かった菊花賞で勝った奇跡とかいましたもんね。まあ、そういう意味では京都のアレババいいのかな、みたいな感じですね。まあ、そしてワールドエース3区、初年度から動いてるシルバーエース、この辺がね、まあ、ここまで見せている能力的にも上位なんじゃないかなと。まあ、現在、ディープインパクト3区で初芝っていうかね、芝が初めての馬が、1倍台の一番人気になってますが、まあ、正直勝ちタイムとしてもそこまで振るわない、まあ、このアレババが逆に向くからこそのダートデビューなのかなっていう点で言うと、まあ、ちょっとだけ気にはなってきますが、まあ、指数が振るわない馬が1倍台でいるんだから飛んでもらいましょうみたいな感じでね、まあ、ちょっと信頼しないことにして、まあ、この軸1頭ひも4点、僕は一応20万の方から行く予定でいます。まあ、両方3着以内に入ってくれるといいね。まあ、そしたら3連複6点とかって的中って言えるんで、まあ、こんな感じで20丸の方から狙ってみたいと思ってますが、指数的には4番の方から狙ってもね、さらに穴で面白いと思います。まあ、以上こんな感じで、予想してみました。椿賞京都芝1800のね、京都9レースですね、土曜日の、まあ、いかがでしょうか。以上ハッチでした。